変長らくお待たせいたしました。ただいまよりアボットメディカルジャパン合同会社共催 E-ケースブックライブを開催いたします。本日は大変お忙しい中ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本ライブではご視聴いただいている先生方からご質問やコメントを受けたまわります。画面右側にございますチャット欄から随時ご投稿ください。本日のライブでは OCT ガイデッドを臨床で生かすを大阪府済生会中津病院志手淳也先生、名越良治先生、光月天音先生と共にお送りいたします。それでは志手先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。大阪府済生会中津病院の志手でございます。OCT ガイデッドを臨床に生かすセミナーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。では早速ですがスライドをお願いします。皆さんご存知のように本邦の PCI ガイドのイメージングモダリティの使用率はだいたい IBAS が 80%、 OCT は 20% という現状だと思います。でこの理由としておそらく冠動脈の血液を除去しないと画像が取れないということがあるかと思います。 OCT を徹底活用するためにはまず OCT の鮮明な画像を安全に習得する要領を身につける必要がある。そして OCT 画像を理解し PCI に生かす読影術を習熟する必要がある。そして実際には単純病変に対する PCI から始めて手技を熟知し、その後 ACS や分岐部病変、石灰化病変、腸病変等の複雑病変に適応を広げていくことをお勧めしたいと思います。では早速ですが最初に名越先生の方から講演をお願いしたいと思います。名越先生